ナマハラシ戦ギーター42節の13番は15章の5節からですね。ここには下脱を妨げる修行上のあれやこれやの障害が出ています。障害1として慢心、迷惘、執着。障害2として欲望。障害3として相対観念、分別観念ですね。これら障害1、3の滅諸、それらを解消した、そこが不滅の教書であるというのですから、これらの慢心から相対観念、まあ、こういうものがですね、どこにあるかをまず見つけないといけないですね。慢心というのは、まあ、心という字が入っていますから簡単で心にあるんですね。迷惘、これも心にあるんです。執着、欲望、相対観念。そうしますと体ではなく心が問題だと分かってきますね。心というのは考え事をする機能を持っていますので、考え事をするからこういう慢心になったり迷惘になったり執着欲望になるわけですね。その元はといえば相対観念、分別観念、あれは何これは何と分けてそれらを比べることから来ることが多いのですね。ですから比較相対観念をぶん投げてしまえばこれらの障害が一気になくなるということですね。そうすると thinking という相対分別観念をやめて I am にとどまってそこから出なければ、そこが thinking の滅諸、滅されたところ、境地ですから、そこがハートだとわかりますね。ということは頭の活動である thinking をしている間は自分の内において不滅の虚諸、安息境はないと知るべきですね。ですから思いは良し悪しに関係なく全て手放せとマスター方が教えるわけですね。